こんにちは、皆さん。What? 今日はこれから三つ輪に行こうと思いますよ。なんでかというと、夏祭り、日本の夏祭りをやっているみたいなので、今日行こうと思います。Vlog 久しぶりすぎてちょっとどうしていいかわからない感じですね。はーい。Hot for you. Thank you. Thanks. Have a good day. You too.Let's see Hot Wheels. 一回家を出たんだけど、私が携帯を忘れて、で家に戻って。Yes, ready to go. Hi. 家に戻って、今日ペアルックなの。So we're matching today. Yeah. 家に戻って。すごいだからすごい時間かかったのお家出るのにね。Okay. Guys ready to go? Yes. で、スターバックスによって私はこの I don't think they have the nitro coffee in Japan, do they? It's so good. Nitro coffee っていう最近のが出たんだよ。なんかね、ラテに見えるんだけどさ、なんかビールみたいなの。It's like beer, yeah. うん。見てこのライト。そう、コードブルーの上になんかね、泡が入って、なんかほんとビールみたい見た目がなんだけどさ、で私はちなみにグリーンティーラテにしたんだけどさ、そう、それでスターバックスによって今ガス入れて、でこれから向かうんですよ。 Smells dead seaweed. Until you break it to make, you know, to match your feet, it'sLike a flood? こっちが、あった。で、この川がハドソンリバーっていうので、ハドソン川で、私たちはニュージャージー側を今歩いてるのね。バイ。I heard like a little 2 p.m. one of the rain. I checked the forecast that day. I saw that there are summer. Are you ready to eat something, honey? Korea? ここ使ってください。だってこれ。お皿もうちょっと近づけて。Can I get a try too? Yeah. Let me try this. Well, he's still getting warm. Here. Let me show you how it's done. Okay, kiss. Yo. Oh, there you go. He's good.
まあでも髪もう少し残ってるからそれ。いっぱい。No, camera. Cameron. Two more girls. Two more. Alright, good job. Good job. Thank you. こんにちは、皆さん。今日は、今裸に見えるでしょ？ちゃんと服着てるからね。LA に留学中の日本人の女の子が、ニューヨークに遊びに来てるから、その間にラッシュエクステンションつけてほしいって言われたので、これから彼女を迎えに行ってきます。今5時6分で5時8分にそこに着くらしいから迎えに行きます。で、その駅はうちの真横にあるから、車でほんと1分もしないところだから、これから迎えに行きますよ。どんな子だろうね。超楽しみ。多分ものすごくいい子だから、ラッシュエクステンションつけるけど、多分お話がすごく盛り上がると思います。楽しみです。これ履いていこっか。昨日髪切ったのよ。ちょっと黄色いライトだからあれだけど、見える？で、今日は普通の赤いドレスを着ております。こうやってカメラ持つの久しぶり。こうやって見ると外いい色でしょ。髪の毛自分でやったんだよ。髪の色は髪のカットは私のお友達にお願いしました。よし、今夕方の5時じゃない。で、今日学校行ってきたんだけど、今日木曜日で学校に行ってきたんだけど、彼女がそのニューヨークに遊びに来ている日程が、まあ、その平日の間だったから、もう食い込まして学校終わって着替えて、で、これから迎えに行ってステをつけようと思います。今日はね、学校に行ってきて、学校のサロンで働いて、今日はね、お客さん少ない。おーほー、おーほー、空の映像をお楽しみください。ビログ撮ってもいいですか？はい、いいですよ。そこね、今ね、滑っちゃったの。あ、そうなんですか。撮ってもらってもいいですか？はい。YouTube 用ですか？あ、そうですよ。いい？大変ないですよ、でも。びっくり。お名前聞いてなかったね。お名前、まゆです。まゆちゃん、はい、いきます。お願いします。わー、すごい。どうでしたか、電車。電車帰って、寝てました。あ、本当？はい。私一回も寝たことないですけどね。え、電車ですか？もう怖くて。なんでですか？なんか物取られるんじゃないかとか。あと寝過ごしたくないから。あ、寝過ごすのは怖いですね。もうね、寝るとき、寝るって、まあ疲れてるときとか、はい、寝たいときはもうバッグを腕に巻きつけてうちの旦那なんて足に巻きつけてるって言ってたから。本当ですか？はい。それで全然あれですね。どまでだ ね、 ですね。無防備でしたね、じゃあ私は。無防備ですよ、はい。東京ドーム全くまた話違いますからね。そうですね。どこ出身ですか？愛知県です。愛知県、はい。みかんの美味しいところね。そうなんですか？え、違ったっけ。あ、それ和歌山か。和歌山とか愛媛とかなんかみかんっぽいけど愛知なんですか？愛知は何も美味しくないですね。え、なんもないのかな。
みたいな。愛知は結構みんななんもないって言いますね。あの味噌カツとか、あ手羽先とか、あー美味しいですね。どこ出身 でしたっけ。新潟ですよ。あーそう、お米ですね。またスライドするからね。うぅぅぅ、いい感じね。まゆうさん来てくれました。まゆうさんです。このビロが私いつ編集するだろうね。全然あれですよね、 YouTube 見てますけど撮ってるんだけどね。最近あれですよね、もうだってさ、学校が忙しくってさ、ね、もうって言いまくってるからさ、はい、なんかもう聞き慣れたよって感じでしょ。でも本当そうなの。いやでもあれ忙しそうだなって思って、本当そうなの。はい、今つけてるのが何カルかはちょっと分からない。時間が経ってもしかしたらちょっと弱まっちゃったかもしれないから。でもサウンド的に C は D より、はい、あのカールがちょっと弱いんですよ。で D はクイみたいな、でも C もクイみたいな、でも D の方がもっとクイみたいなんですけど、どっちがいいですか。クイなんですね。はい、なんかこう D の方が多分目開けた時に、わっつわさーみたいな感じに。何ですか。あ、私ですか。はい、私はですね、シムの剣ですってね。私は何つけてたかな、これ。私めちゃくちゃいっぱいいろんなの見つけてるから、これ D、 これ D、 そうですよね、これ D カールですね。なるほど、うん、私ナチュラル目ですかね。ナチュラル目だったら C の方がいいですかね。ナチュラル目なら C ですね。じゃあ C で、 C いきますか。はい、フィルターかけたら、うん、まゆちゃんまつげ終わりました。無理無視と見えますか。私にほらフォーカスしてる。本当だ、見てください、このまつげを。はい、下見て、見える。ここ暗いからね。そうですね、うん、このキャップも今日買いました、ニューヨーク。それさ、自分の YouTube のチャンネルができた時にやってください。あのニューヨークハールってやってください。ハールします。はい、で写真撮りますからね。こちらのキャップ。あー、もうさ、うちに来てくれる人も数時間経つともうこんな感じだからね。なるなるなる、行くわよ。チーズ。んじゃあ肩かけてもらっていいですか。やっぱ、くむくむくむ。ウケる、どうやってどうか、お前手だけんだよ。あ、こうかこうか。オッケー、私の脇あんま綺麗じゃないからね。ちょっと、唾が目邪魔してるんですけど。いくで。ちょっと待って、こっちの方がいいかな。こっちの方が肩組んでる感じする。そうですね。ちょっとリラックスしないと、私。私も。いい感じじゃない、いい感じじゃない、なんか5年ぐらい知り合いだったんじゃない。、うん、じゃあ送りますね、これ。はい、送ってください。お疲れ様でした。めっちゃ楽しかったです。はい、ハニー、準備、準備、チーズ、あ、チーズとか言って。おはようございます。こんにちは。今朝の9時50分です。これから学校に行かなきゃいけません。今日は学校が12時から始まる日なので、朝子供たちを置いてきて、で帰ってきて、で、大体ね、12時から学校始まる日は私が子供たちを、学校に送ってって帰ってきて、で夜ご飯を作って自分準備したらもう行く時間になっちゃうから、そう、ちょっと汗ゆっくりできて、こういう感じで今10分ぐらいパックして、で、夜ご飯作って準備していかなきゃみたいな感じなんですよ。それが
その12時から始まる日なんだけど、昨日ねずっと YouTube を見てくれてた子が、その LA に留学中で、でニューヨークに旅行に来るからって言って、でそれで私のところにまつげエクステンションつけに来てくれたの、まゆちゃんって言うんだけど、ですね、こう私にとってそういうお客様は本当に特別で、私ラッシュエクステンションとさ、私こっちでメイクとラッシュエクステンションやるけど、こっちのお客様はこっちのお客様なのよ。でその特にずっと YouTube 見ててって言ってくれるお客さんは本当にまたちょっと特別なんですよ。でその彼女はそのなんていうのかな、私の技術とかそういうのもそうだけど、なんか特に人柄を好いてくれて、でちょっと乾いてきた、だんだん硬くなってきた。そう、人柄を好いてくれて会ってみたいし、まつげつけてもらいたいしみたいな感じで来てくれたんだけど、だからもうすごい気があったよね、やっぱり。でまつげつけてる間もずっと喋ってて楽しかったですよ。久しぶりにいっぱい喋って、日本語でいっぱい喋ってすごい楽しかった。やっぱいいですよね。やっぱりね、やっぱりやっぱりって言ってるけど、こう人とこうやってつながって人と出会えることって意味があるというか、すべて自分の人生に起こることって意味があって起こることだから、それがたとえどんな小さいことでも意味があって起こることで、でその今回こうやって縁があって旅行するからっていうので来てくれたっていうのも、すごいなんか意味のある、私にとってもそうだし彼女にとってもだけど、なんかすごい意味のあることだったんですよ。何言ってんだろうね。まあいいや、これからだから準備して学校行きますよ。私はあと3週間ぐらいで卒業なんです。で卒業するっていう直前に1ヶ月前ぐらいに、これも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 学校卒業するまでにやらなきゃだよって言われて、聞いてないよみたいな。だからもう学校の最後の1ヶ月はもうやることがありすぎて、それにプラス人がさ学校に来たらサービスしないといけないからね、その空き時間にやらなきゃいけないことやってみたいな感じだから忙しいぜ。だからもう子供たちも私とよりか旦那と過ごす時間が多くって、ってのも夜学校行かなきゃいけなかったりするから、そうそうそう、だからね多分ちょっとブレイクが必要、その子供たちと過ごす時間とか、あと家の何掃除もそうだし、家のさあるじゃん保険とかそういう系もうやんなきゃだしさ、その10ヶ月も学校行ってたから、その間にできなかったことちょっと溜まってるから、それを卒業したらドバッとやろうかなと思ってます。ゆるゆるだね、ごめんなさいね、そこにトンボがいるのよ。これは旦那の海パン。割れてきたの、これわかる？この
薄いパートも別に薄くていいのよ。これから洗ってきますよ。えい。まつげ取れた1本。今使っている化粧品はこれ。まずデーマロジカのデーマロジカのモーティアクティブトナー。お、パッパッパ。最近ずっと爪。パウダーのディッピングパウダーっていうのをつけてたんだけど、今ちょっと爪お休みさせてます。なんでかっていうと息子たちのカーシートあるじゃん。あそこのシートベルトのところのボタンあるでしょ、押すとこ。そこが爪が長くて押せなくなってきたから、これやって押してたんだけど痛いからもうちょっと休ませようと思って、それで今つけてないんですけど、次これまたデーマロジカのモーティバイタミンパワーフィルムっていうのをつけるんだけど、これは何かというとこうちょっとシワが気になるところとか、あとメイクアップのなんだっけ、下地にもいいって書いてあるけど、シリコンベースだから、まあ、これをこの気になるところ、もう眉間のねところが気になるのよ私は。そこに塗り込みます。で、指の中のこの指が一番指の中で柔らかいっていうの、こうジェントルな指だから、そいつで優しく塗ってあげるじゃん。でしたら次にこのセラムをまたこのお母さん指でちょって、この私はここの上のところから頬が気になるからここに塗るじゃん。ほんで次に、あ、カメラの土台になってるモイスチュライザー。ところの、アクアボンブっていうモイスチュライザー、これを顔全体に塗るんだけど、なんだっけ、これは結構オイリースキンの人とかにおすすめで、これじゃないアクアボンブじゃなくてもう一個違うやつがあるのね。それは私冬に使ってたんだけど、それはオイリースキンとかその何オイリーになるのが気にならない人よ。で私はこれ夏場はこのアクアボンボを使ってます。すごい保湿力高くていいですよ。でこれ手残るの、私はいつもここの肘につけてるの、残りをこうしわくちゃになるの嫌だから。でたまに夜このこれフィルムスキンアサイブースターセラムって言うんだけど、これをモイスチュライザーと一緒に混ぜてつけたり、まあ、その上からつけたりしてます。ブースターだからね、はい。でそれに私はなんだっけ、サンスクリーン、日焼け止めも顔につけてます。必ず朝ね。私こんなんやって、ちょっと待って、時間大丈夫かしら、ちょっと時計ないんだよね。はい、こんな感じでやりますよ。 OK、 これ今日こいつ使う、フィロソフィーのやつ、Renewed Hope in a Jar Skin Tint ってやつ。カラーはちなみにタン 6.5 6.5 の
タンっていうから、これは夏の肌に色に合わせて買ったんだけど、モイスチュライザーみたいなんだけど、あの色がついてるわけ。これ重ね塗りできるからこうやって塗るのよ。もう本当にモイスチュライザーみたいに塗るので、ファンデーションも自分の指で温めてね、こうやって肌で温めて塗る方がお肌に浸透して馴染んでいいです。なんか私はお客様に、いや、お化粧するときこうやって塗るのはちょっと抵抗があるんだけど、だからやっぱりブラシ使うんだけど、こうやってね塗るとね、本当にお肌みたいに仕上がりができていいですよ。まあ、特にこれモイスチュライザーみたいなものだからに色がくっついてるみたいなものだから、もうこうやって塗っちゃう。で、ね、このここのラインも全部ね、いい感じでしょ。学校が忙しくて朝時間ない時は日焼け止め塗って、これ塗って、コンシーラーし目の下塗って、眉毛、リップスティックで終わりみたいな感じ、いつも。 OK、 ちょっとゆるゆるでごめんなさいね、電池がないって。 OK、 もうほんと簡単だからね、私がやってる化粧。 OK、 軽く今何をしてるかっていうと、このマスカラモアンドで自分のまつげエクステンションをコームしてます。まつげエクステってね、時間が経って伸びるとひねってきちゃうわけで、それが原因でこうあっち行ったりこっち行ったりみたいになるから、櫛でこうやって溶かすのすごい大事ですよ。で、私が簡単にお化粧するんです、これからね。このタルトのコンシーラーを目の下に、つけて指で叩いていこう。見てこの白さ、これものすごくカバー力があって、ファンデーションと、なんていうのかな、ギャップがあるかなと思いがちでしょ。でも割と大丈夫。ちゃんとしっかりなじませれば大丈夫。なんか昨日ね、昨日の話ばっかしてるけど、昨日出会ったまゆちゃんはね、若いのにすごいしっかりしてて、なんか年なんて関係ないですよね。何かを学ぶってなった時に年なんて本当関係ないと思った。私が行ってる学校の先生、みんな私より年下なんだけど、本当に若い時からね、ちゃんと自分で見極めて何をしたいかで、ちゃんとしっかり学校に行って学校の先生に なったから、あの人たちは。だから、なんだろう、若いうちからキャリアをね、しっかり踏んでやってきてる人たちだから、すごいよね。私より、私のクラスの先生は私より数個下だったので、私のフロア、サロンの先生は、今の人は私より年上なんだけど、その前の人は私より年下だったね。で、アメリカ来ると、まあ年は全然正直関係ないから、だけど日本人の感覚で言うと、そんなに若いのにずっと先生やってるのみたいな感じだよね。でも自分で言ってたよね、もう18から先生やってて、自分より何十倍も年上の人
に教えなきゃいけなくって、そのやっぱり教えられる側のプライドみたいな、その例えばさ40代ぐらいの人がね生徒として来て、でその自分よりものすごい年下の人に教えられるっていうプライドみたいなのがあったりすると結構大変みたいだけど、プライドほど邪魔なものはないよね。それさえなければすごい良くなったりとかするのに。また電池がないってじゃん。でしたらここら辺にチークをつけて、ここら辺にとか言ってチークをつけます。はい、この指でのせるタイプのチークいいですね。何、自分ののせたいとこだけにのせれるから。ちょっと乗せすぎちゃったね乗せすぎちゃったね、乗せすぎちゃったね。ちょっと乗せすぎちゃったね。そしたらハイライト。And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.